はい、皆さんこんにちは。インドネシアの小野中です。ジャカルタ州代表チーム、今日から個人ノック始まります。で、これは僕のモットーなんですけども、変わってをしない、まあ、バッティングローブなんですけども、そのね、意図というのは、まあ、ノッカーが一生懸命ね打ってますよね、選手に対して。で、手がボロボロになる。で、まあ、それはね、言わずとしても選手たちはね、我々がねボロボロの手になってね、豆つぶして、まあね、血が出てね、それでも打ってると、なんでそこまでやるかと、ね、それはもう選手たちに上手くなってもらいたいからであって、でそういうところを選手たちが、見て、例えば選手が20人いました。20人のうち1人でも2人でも、そのね、我々のね意図をね、理解してくれる、あ、ここまでやってくれてるんだと。で、そういうものがね、こうチームに浸透していく、そういうのもね、一つのね狙いですね。で、どうしてもね、やっぱり変わってをすると痛くないとかっていうねことあるんですけども、ちょっと原点に戻ってね、我々がねやってた頃っていうのはね、バッティングローブなんかなかったし、で冬でね寒い時は本当にね軍手ですよ。もう軍手はめてね、打ってた。またね、この軍手もね滑ってね、滑り止めなんかなかった時代だから、本当にね大変な思いしたんだけども、でそういうようなね、まあ軍手はしないですけども、まあ、素手でね、やるというね原点にねちょっと戻ってですね、まあ練習のね、最初の時は、そういうようなねこともね、考えなきゃいけないだろうと。豆を作ってって作ってって作ってってっていうようなこともね、やっぱりこのインドネシアにはね、教えなきゃいけない。そういう意味を込めて我々は、変わってバッティングローブは一切しないです。当然手がボロボロになるんですけども、テーピングを用意しました。ただちょっとね、家の中を引っ張り回してテーピングをねあれしたんですけども、ごめんなさい、これ犬のマーク、犬の足跡のマークがついてる可愛いやつなんですよ。そう、以前ね、うちで飼ってるね、ワンちゃん犬がね怪我して、その時に買ったやつ、これがあったんで、で他ね時間がなくて買えなかったんで、これを持ってきました。ですから今日はですね、まあ手ボロボロになった後にこのテーピングをこういう感じでね巻いてきますんで、ちょっと笑っちゃいますね。まあでも、まあ可愛いからいいかね。じゃあそういうことで行ってみます。パーソナルノックです。まあ、変わってをしないで打つわけなんですけども、変わってをしないとですね、やっぱりボロボロになる手が。で、本当ね、夜なんか練習終わってね、夜ね、シャワーを浴びるときっていうのは手が開かない、もう痛くて開かないです。ですからドラえもんの手になっちゃう。で髪の毛洗います。で髪の毛の先がね、このね傷口、潰れた豆にね刺さるんですよ。それがまた痛い。ただね、それもやっぱりね生きてる証というかね、僕なんかは非常に、痛いんだけども快感、生きてるというね、実感がします。
ではシーズンがやってきました。今なんやガンガンパーソナルノック行っています。Bagus. Maju, maju, maju. Jadi jam. Okay. Let's go. Sidik, sidik. Jadi.おっしゃー。グラブ胸監督。いいよ。オッケー。アディ監督。アディ来よ。